音楽を始めたきっかけを教えてください。はい、音楽を始めたきっかけはあれなんですよ。高知県じゃねえ、あの鳥取県にある鳥取砂丘っていうのがあるんですよね。でそこで鳥取砂丘家族旅行で行ってた時に、ケンザ390さんが路上ストリートライブしてて、それで俺ケンも感銘受けて、おわーってなって、これは俺もやってみたいってなってなりましたと思うじゃないですか。違うんですよ。僕は MC にがり VS You to the answer の第6回第5回なんかそれの高校生ラップ選手権を見て、なんかうわーってなって始めました。そんな感じです。いいっすね。普通です。はい、めっちゃ普通の入りです。釈迦坊主との関係を教えてください。セフレです。